皆さんこんにちは、調子はどうすか。こちら愛媛からはるばる登場、ちびいん効果がまさかのビート上、ラップで魅力を伝えるちゃんと医学生研修上の先生方、何かを目指そう、悩みを解消、ちびキャの仕事って実際どんなの。 OK 今からプレゼンテーション、まずちびキャを内科系で外科系、これって冷静にヤバくね。そして小児から高齢者まで自らの領域を一貫し診断治療、感覚とコミュニケーションの医療、失われた感覚取り戻す意味を、聴覚嗅覚味覚変更感覚に発生などなど、非常にあるやりがいい、1分じゃ伝えきれない。女性医師も活躍、3人に1人と増加中、自分なりのワークライフバランス、少子高齢化のニーズに供給、キャリアアップ選択肢の数々、広がる未来ならば無限大。